ワールドチャンピオン決定戦の代表権を勝ったグランプリ GT クラス決勝エミー、さあ11月のチケットを手に入れるのは誰か。メンバー濃いわ。さあポールポジションチームクリスランド山田選手、2番手1番後グレーシング相原選手、3番手チームデキゾ社有江貴弘選手、4番手本間千尋選手、5番手ラジコンボ島村選手、6番手西川選手、7番手ガガ前田選手、8番手武浩二選手、9番手チームいつもアンダー木下選手、そして10番手チームコボ北川選手。それではお待ちどうさまでした。グランプリ GT クラス決勝エミ4分間スタートいたします。前田さん頑張れ。バックドライブしないように注意してます。では行きます。マーシャルズ&ドライバーズオンザトーン。さあ英雄から抜け出した有江選手のシーン、さあそして西川選手有江選手今、さあまずは電気自動車の有江選手、今日は石川県金田市が参加、それは絶景6番高岡市が参加、西川選手後方の北川選手順番か。時間のは今45秒。さあ有江選手のマシンが今ずっと進む前、オレンジと白ホワイトをかかった英雄からのマシン、有江選手のマシンが現在トップ。さあそれをは実験6番、赤、そしてこれコンクリートしか見せませんですね、西川選手のマシンが現在2番手フェラーリロンボルグ、ロンボルグさあそして絶景1番山田選手2番3番6番1番10番5番8番9番7番2番4番手順番、さあ3番手山田選手が2番手まで近づいてきた。さあ有江選手がちょっと逃げる形、さあその後ろ2番手争いの1人が、さあ1番6番9番5番手まで入っていった。さあここで2分経過、2分経過、ここから後半戦、さあ連勝者有江選手は逃げ体勢を作っている。さあクリスランド山田選手は2番手浮上、実験1番白黒オレンジのフェラーリ599、さあ実験3番西川選手、そして実験9番北川選手が4番手、この武選手が5番手まで順位を上げてきた。さあ残り時間はあと1分10秒。さあ時間も少なくなった。有江選手終始トップを守る。さあこれで16周目、チケットを手に入れるか有江選手。さあしかしギリギリと山田選手
1.5 秒差まで近づいてきた。さあ直接対決、さあ詰まってきた。残り時間はあと25秒。さあ逃げる有江、追う山田。さあこの間 0.9 秒、残り時間はあとここで5秒。さあラストラップになるぞ。さあここで4分経過。さあ戻ってくるか有江選手、仕掛けることができるか。さあ有江選手優勝、準優勝山田選手、クリスバンド。さあお見事有江選手、終始守りきりました。3番手には西川選手、そして4番手には攻防の北川選手となりました。ハハハハ。